寒い冬に欠かせないアイテム、それは毛布。毛布選びに迷っている方は必見です。ぬくぬく暖かい極温4層毛布、こちらめっちゃ圧縮されております。すごい、これがなんと毛布でございます。カッタ開けていきます。なんか膨らんできた膨らんできた膨らんできた、こちらでございます。この毛布の出番、日中は膝掛けとしての使用、夜のお休みタイムでは布団の相棒として活躍できます。こちら従来品、お客様レビューから薄すぎ、暖かくないという指摘をもとに、極温4層毛布として改良されたのがこちらです。デザインはどんな部屋でも合います。首や肩口に当たる部分は柔らかく、ボリュームのある襟口で冷たい空気の侵入を防ぎ、暖かさを逃しにくい仕様です。毛布の表面は吸湿発熱素材を使用、体から発生させられる汗や蒸気を吸収し発熱、超極細マイクロファイバー繊維が繊維と繊維の間に空気を溜め込み暖かいです。体を包み朝まで続く暖かさをキープ。布団に入る時のヒヤッとした冷たい感覚が苦手な方には超おすすめです。が実際に触ってみて滑らかです。シルクのような柔らかい手触り感、とろけるような肌触り、シルキータッチ用となっております。いいですね。繊維がしっかりとしているので手抜けも少ないと思います。オールシーズン使用、軽量、こちら4層毛布はオールシーズンに対応、冬の寒さはもちろん春や秋の爽やかな季節にも使えます。 1.6kg と軽量な素材でできているため、寝ている間に毛布が圧迫することはありません。軽いので持ち運びも簡単です。その他にも抗菌防臭機能があり清潔に保てます。また静電気抑制加工もされており、空気が乾燥する嫌な静電気を低減し、快適な睡眠環境を作ってくれます。またこの毛布、丸洗いもできます。毛布部分はほつれにくい仕様、洗ってもふわふわです。いかがだったでしょうか。優れた保湿性とリラックス効果、毛布選びで迷っている方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。冬のお供にもってこいです。興味がある方はぜひ概要欄へ。レッツゴー。